どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダーゴーストデラックス弁慶ゴーストアイコンの方をご紹介したいと思います。ではまずパッケージの方を見ていきましょう。では開けます。まずは説明書が入っております。そしてガンバライジングカードが1枚付属しております。表面は仮面ライダーゴースト俺魂、裏側は仮面ライダーゴースト弁慶魂となっております。ではお待たせしました、弁慶ゴーストアイコン見ていきましょう。全体このようになっております。とても真っ白なデザインとなっておりますね。こちらの部分がいつもね白の部分となっているんですけども、今回は後ろ側もとても真っ白な雰囲気となっておりますね。ライダーマークはいろんな武器が周りにあって、それが顔になってるんですね。すごいデザインです。上はナンバリング番号が07番、そしてライダーマークが真ん中にあって、一番下には弁慶とローマ字で書かれております。ではアイコンマーク見ていきましょう。まずはライダーマークですね。では次こちら必殺技マークですね。ハンマーがモチーフとなっております。そしてこちらが通常マークですね。おなじみの目玉のマークです。そしてナンバリング番号が07番となっております。ではデラックスゴーストドライバーと弁慶ゴーストアイコンを使って連動音声の方を確認いたしましょう。ではいきます。音声の方は兄貴ムキムキ仁王立ちとなっております。とてもパワフルな音声となってますね。では必殺技いきましょう。オメガドライブ、大海岸弁慶オメガドライブ。続いて大目玉、仮面ライダーゴーストデラックス弁慶ゴーストアイコンの方をご紹介いたしました。ということで今回はこれにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。